はい、中華街トッキーに参りました。はい、というわけで豚足が好きなんでね、豚足そばを頼んだんですが、うん、私のイメージとしてはこれが乗ってるイメージだったんですが、うん、これがビッてビッてくる、別々になってる。しかも食べ方今バーッ説明されてね、まずこれを1本一足食べておいて、つけ麺として食べるという、そう、豚足1本食べ、あ、麺をちょっと食べて、違う違う、これ1個食べて、1個食べて、うん、それを麺を入れてつけ麺みたいにして食べるという、うん、いただいてみたい。はい、どうぞ。うわ、やらか、豚足がすごい、箸で切れるってすごくない？箸で切れる豚足、あのね、すごい柔らかい、すごいプルプルの豚足。いただきます。な、口の中でとろける豚足って初めてよ。もうね、だいたい豚足って、うん、ね、こんな感じだったりとかするけど、うん、舌でね、ちょっと押すと崩れる感じ。本当だ。ほら、取れる。美味しい。あと甘くない、あんまり思ったより。じゃあこれだ。豚足そば。こちらでございます。有名なのはね、この牛バラそば、うん、これ有名なんだけど、そのあえて豚足でいきました、お母ちゃん。はい、はい、では、のりえさんどうぞ、うん、麺がね、手打ちって出てたのすごい気になってた、うん、見てしまった。つけ麺にする、つけ麺にすると言われた、どんな感じだったの、はい、なんかすごいね、あんこっぽくて美味しい、濃厚なそばって感じ、美味しいです。甘くなかったらいいかもね。あんまり甘くない。こう食べるんだ。すごい見た目的にすごいシュール。これは牛バラご飯でございます。あ、豚バラか。美味しそう。美味しそう。麺も平打ち麺。平打ち麺で細麺、細麺の細麺。美味しい。しっかり堪能してください。お肌ツルツルになりそうです。確かに。ありがとうございました。